義母先生2義母先生ご覧の皆さん、ハイサイ。さあ、いきなりですけど、これ読めますか？はい、ありがとうございます。そうです、キャン、キャンと読みます。まあ、その沖縄の地名ですね。喜ぶ、屋敷の屋にこう武士の武と書いてキャン、面白い。まあ、沖縄のこういった面白い読み方の地名たくさんあるんですよ。まあ、地名だけじゃなくて名前とか、それで今回ね、この動画にして、まあ、みんなに楽しい、沖縄の難読地名、読めない地名あるあるベスト10を今日は紹介します。楽しみだ。さあ、そんな、沖縄の読めない地名ベスト10、まず第10位を紹介しましょう。第10位、チャララララララパン、こちら何度読む？そう、ハエバル。南風原と書いてハエバルと読みますね。まあ、南はね、パイやハエ、そして、フェイと呼んだりしますけども、ハエバルというね、読み方をします。この3文字でハエバル、南に風と書いてハエと読みます。そして原っぱはバルと読みます。ハエバル、ハエバル町というね、市町村がありますね。さあ、では、沖縄の読めない地名第9位、キャン。さあ、これ何と読むでしょう？そうそう、西、武士の武、そして門で二神城と読みます。まあ、実は二神城武士というね、歌なんかも民謡ではありますね。岩頂古岩頂ちゃんなぎれ、二神城武士、これもね、那覇の地名なんですけども、非常にこう面白いですよね。二神城、二神城節、まあ、民謡やってる方たちは知ってるので、あ、これがその二神城かという感じになると思います。はい、それでは、沖縄の読めない地名第8位、トゥルルポン。さあ、これ何でしょう？はい、正解は那珂だかり。いやー、これもね、なかなか、この地元の人は読めますけど、この県外の皆さん読めなかったりする、これなんて読むんですかっていう、聞かれるものの一つですね。第8位に挙げておりますけども、まあ、中村まではこう中村と読んじゃいたいですよね。中村なんだろうみたいな。でもこの3つ合わせると中村ではなく中んだかり、中んだかりという方になります。この文字なんてね、もうなんかこれなんて、これ自体なんていうものかなって感じしますけど、まあ、この3つでは中んだかりで、このか、もこの文字一文字でも僕ね、調べたんですよ。なんて読むかね。これはね、この最後の漢字は虚または溝と読むそうです。これはね、南城市というところと、そして離島でもね、久米島という離島にもこの中んだかりという地名があるそうです。第8位が中んだかりです。さあ、では第7位行ってみましょう。トゥルルルルパン、こちら。さあ、何これ？はい、砂に川と書いてウルカと読みます。宮古島の地名でございますね。ウルカ小学校という学校なんかも、あるみたいなんですけども、宮古島の地名で、まあ、砂川で、名前にすると砂川と呼んだりもするんですけど、地名ではウルカという読み方をするそうです。面白いですよね、ウルカ。ぜひ宮古島行ったら、ウルカ地域行ってみてくださいね。沖縄の読めない地名第6位、タルーポン。さあ、なんだこれ。これはすごいですよ。はい、ビーマタですね。名護市の地名になります。ビーマタ、これもね、まあ、非常にこう、だからこう、なかなかね、面白い、読み方ですよね。地元でもだからその、まあ、逆にその面白いからも知ってる人多いんですけど、そのビーマタ、僕も石垣島から出てきて名護に行った時に、これなんて読むのかなと最初、びっくりしたんですけど、まあ、地元ではもう沖縄本島の皆さんは結構当たり前に読めるというか使う、地名ビーマタ。これは、例えばその高速道路の巨大インターを降りてからその名護市に向かうところに、まあ、必ずね、最初にこの通る交差点、ビーマタ交差点があります。そこの交差点通るとこビーマタって書いてますんで、よかったらね、ぜひね、ビーマタ、行ってみてください。ビーマタ交差点。沖縄の読めない地名第5位、チャララ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 チャン。読めますかこれ？この3つの文字を鬼女化、
喜如嘉と読みます。沖縄本島の北部にあります大宜味村。大宜味村の集落の一つ、喜如嘉という場所がありますけども、もうこれもね、なかなか面白い読み方ですよね。この間のこのにょという字を女と呼んで、喜如嘉。沖縄ではですね、その、芭蕉布という、その伝統的な織物、芭蕉布という歌なんかもありますけども、その芭蕉布の里としても有名です。芭蕉布のその工場、その記念館があったりもしますし、まあそれ以外でも、その喜如嘉村というのは、長寿の村としても有名で、その、まあ沖縄自体がその長寿県としてね、有名ではありますけど、その中でも、その沖縄の中でも非常にこう、長寿の村として、長寿の里としても有名なのがこの喜如嘉。ぜひ、こちらも遊びに行ってみてください。さあ、第4位行きましょう。チャララ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 、ポーン！これも難しいですよね。地元の方はもちろんこれ市町村なので、ね、読めますけど、初めて行く方はなかなかこの読めない、難しい、面白い地名ですね。泣き人村ですね。泣き人と読みます。泣き人酒造なんていうね、酒蔵なんかも有名ですけども、これは、その、美ら海水族館のある本部町の、まあ、隣にある、市町村ですね。非常にこう、美しい自然、海、残ってる、ところで、泣き人グスク、拉致人グスクと言いますけど、グスクの、そのお城なんかも非常にこう、おすすめですので、ぜひ泣き人の、泣き人グスク、そしてね、観光にも行ってみてください。第4位は泣き人。さあ、そんな、沖縄の読めない地名ベスト、10やっておりますけども、トップ3いきましょう。第3位、チャララ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 、チャン。さあ何これ、東風平、これで何と読むでしょう。正解はコチンダと、読みますね。これもそうですね、沖縄のその、八重瀬町、今は八重瀬町なんですけども、その八重瀬町になる前に、そのコチンダ町というね、市町村がありました。今でもそのコチンダという地名は残ってますけども、合併して市町村ではなくなったんですが、コチンダ。非常にこれも面白いですよね。もうなんでこの3つでコチンダなのと。何をヒントに読めばいいんですかっていう感じですけども、コチンダ。第3位にランクしております。さあ、沖縄の読めない地名あるある。第2位。紹介しましょう。チャララ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 。パン！さあ、何これ？正解は、実着でございます。実着。誰がつけた？実着。実はね、ここ、撮影している場所、国立劇場沖縄。実着です。そんなね、国立劇場もあります。浦添市、実着。この地名もね、非常にこう面白い。読めませんよね。ということで第2位にランクインしております。実着、いえ。さあ、では沖縄の読めない地名第1位、ギボ先生が選ぶ第1位いってみましょう。チャララ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 、はい、こちら。これなんと読む？衝撃、読めない。これはですね、瓶と読みますね。面白いですよね。3文字なのに瓶、なぜわかんない。那覇市の隣にある豊見城村の、一つのね、地域なんですけども、これなんかはね、非常にこう、沖縄の読めない地名がすごいみたいな、そのサイトとか記事見ますけども、絶対この上がってくるやつで、皆さんこうね、これで瓶と読むのかと、衝撃を受けます。僕も衝撃を最初受けたんですけど、実際にね、その地元に行ったら、そのバスとかでもね、その瓶に行きますみたいな感じでちゃんとこう出てます。本当に地元の人は普通に使ってるんですけども、地元の人でも面白いし、その県外とか海外の皆さんが来て、この読み方聞くとすごいこう、面白い。もう堂々の第1位にランクインしました。これが瓶でございます。豊見城に行く機会があったら、この瓶行ってみてください。さあ、ということで今日は沖縄の読めない地名ベスト10を紹介しました。そのね、なかなかそのこの瓶とか実着ね、面白かったと思いますけど、そのトップ10に入らなかった面白い地名もたくさんあります。ぜひね、沖縄に来たらその地名行ってみる楽しさも増えたと思いますし、地元の人もね、行ったことない方、この地名改めて行ってみても面白いかもしれませんね。今日は沖縄の読めない地名ベスト10を紹介しました。また来週！